こんにちは、柴田です。今日はですね、 Zoom の MS50G と、G1X4 の注意点をお話しさせていただきます。僕はですね、かなりの頻度でこの MS50G と G1X、 こちらですね、使ってるんですけれども、何がいいかっていうと、バージョンが更新されてエフェクトが追加されるんですよね。その新しく追加されたエフェクトをまたこれに取り込むことができるとという利便性がですね、非常にいいなと。なので飽きも来ないし、進化もしていくっていうところで非常に優れたエフェクターだなと思っております。で、エフェクターが追加された時ってパソコンにですね、つないでエフェクトを入れ替えていくんですけれども、このギターラブというですね、Zoom のアプリを使ってやっていくんですが、ここでですね、注意点がございます。というのもですね、この MS50G とか G1-4 っていうのはですね、追加されたエフェクトをすべてこの1台に入れることができないんですね。容量的にですね、例えば MS50G だったら140ぐらいのエフェクトがあるんですけれども、実際はですね、多分110から120ちょいぐらいまでしか入らないんじゃないかなと思います。自分もですね、多分110何本しか入ってないんですよね。となると、最初に入ってたエフェクトをなしにしてデリートして、で新たに入れていくじゃないですか。ここで注意点があります。もともとプリセットっていうのが入ってて、 Zoom の方である程度音色作ってくれてるんですけれども、このエフェクトの入れ替えの時にですね、デリートしてしまったエフェクトとかあるじゃないですか。それがもちろんこの中に入っていないんで、バッテンがついてるんです。どういう風に表示されるかと言いますと、 G1X4 だとこうなります。この一番左側、これですね、ここを押すとこういう表示がなされます。要はですね、このエフェクトないから鳴らないんですよね。鳴らないってことは、この作ってくれてたプリセットからその音が排除されているので、なくなっているので、このプリセットの音じゃなくなってるという風な感じです。でね、僕見たらね、結構ね、これが11もないし、12もないし、で13もない。結構ね、これ何削ったんだっけなっていうぐらいね、なくなってるんですよ。割と重要なものは入れてるはずなんですけどね。なのでプリセットを作り直さなければいけないです。エフェクトを入れ替えた時にですね、プリセット1回チェックして、抜けがあるっていうか、このビックリマークがあったら音を作り直さなければいけないっていうのをですね、一応頭に入れといた方がいいかなと思います。この辺をしっかりとチェックしながら、せっかく作ったプリセットですからね、もう一度見直して作り直すっていうのが必要だと思います。 MS50G も同じくなので、ちょっと注意して見てみてください。ちなみにですね、 Zoom の G3N、G5N に関しては結構ね、この本体の容量がしっかりあるので、全てのエフェクトをインストールできます。ということはですね、削らなきゃっていうか、デリートしなきゃいけないエフェクトがないので、こういった状態にはなりませんっていうところも G3N の強みかなと思います。という感じで、今回は注意点をお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。